炊飯器を使った手作り豆腐をご紹介いたします。準備物は前日準備です。容器に 75g の大豆を入れます。そこに 300ml の水を注ぎます。水面に印をつけます。これを丸一日つけておきます。それでは早速作業の方に入りたいと思います。まずは炊飯器の保温スイッチをオンにしてください。続いて昨日からつけておいたこの大豆の水を交換していきます。印のところまで水を注いでいきます。それでは早速ミキサーの方にかけていきます。約2分間です。2分経ちましたので鍋に移していきます。もう一つも同様に2分間ミキサーにかけます。2分が経ちましたのでこれも鍋に入れていきます。500ミリリットルの水を測ります。測った500ミリリットルの水をミキサーの中に注ぎます。ミキサーの中を注いでいきます。これも鍋の中に入れてください。強火にかけ沸騰させてください。非常に焦げやすいので注意してください。沸騰してきたら、ここで弱火にします。弱火にしてから、10分間、焦がさないように混ぜていきます。はい、それでは10分経ちましたので、これをこのガーゼでこして、豆乳とおからに分けたいと思います。熱いので、必ず手袋をして作業してください。薄手の場合はこのように軍手をはめてからすると熱くありません。ガーゼは大きいものもしくはこのように袋状になっているものをご使用ください。
綺麗なおからができました。この絞れた豆乳ににがりを加えていきます。優しく混ぜていってください。この豆乳を保温しておいた炊飯器に入れます。蓋を閉め10分待ちます。はい、それでは10分経ちましたので開けてみます。このようにプリンのように固まっております。これをザルを使って固めていきます。四角いザルがない場合は丸いザルでも構いません。枠にガーゼを敷きます。ガーゼをかぶせ、重しをして10分待ちます。10分間経ったら、水の中でガーゼを剥がしていきます。完成です。